はい。皆さん、こんにちは。ネット集客、YouTube の学校、やさかでございます、えー。東京のセミナーが終わって、えー、ようやく一段落がつきました。でね、今回行ってみてね、思ったんですけどね、やっぱり YouTube をやられてないっていうか、動画をやってないところが多いのに、非常にびっくりしました。一つも上げたことがないとかね、撮ったことがないとかいう方が多かったので、 ちょっと驚きでしたね、はい、やっぱりあの参入障壁っていうのは高いんでしょうかこの動画っていうのはやっぱり最初にこう腰を上げるっていうかやってみようっていうのに対してちょっと躊躇するっていうのが、うん、まあまあ皆さんの感じるところなのかなというふうなことを感じてまいりましたあのね意外とやってみたら簡単なんですよねもうそんなことっていっぱいあると思うんですよ世の中に。 ところがそこまでに行くまでにその重い腰を上げるっていうかね一度やってみるっていう、まあ、癖付けができていない方っていうのはやっぱりちょっと二の足を踏んでしまうっていう形になるんでしょうかね。まああの一度本当にねまずは0から1ねをやっていただきたいんですよ。まず見て、えー、っとやってみてねなんかこうあかんかったら修正するとかね。 考えるとかいうことをやっていただいて。そうですね。ゼロから一にしてね。一から、まあ。そこからもうちょっと改良を加えていくっていうやり方をやっぱり。していかないと。非常にもったいないんじゃないかなというふうに思い思います。で、それだけやってないということは、やっぱり。えー、っと、今チャンスなんですよね。で、特に僕は思うのが。この美容室の業界とか。その接客が長い業界っていうのは。 自分をいかに、えー、の個性を自分の個性をいかにこう出せるかっていうことですよねだから生の自分をぜひ動画で発信していただきたいですねこれができればまあお客さんはそれが分かってあなたの魅力っていうのが分かって来ていただいているんだと思うんですよねところが新規と呼ばれるお客様っていうのはあなたのことを知らないわけですよねねえ その方があなたの本当の生のね魅力っていうのを理解するすべっていうのがお店以外ではないんですよ。写真でわかりますかねある程度文章では読めるかもしれない。でもやっぱり声に出してほしいですよね。どんな声なのかどんな仕草なのかどういった考え方をしてるのかっていうところはやっぱりその 今メディアの中では動画っていうのは一番有力なその使えるツールじゃないかなと思うんですよね。これを使わなないい手はないんですよしかも無料でででできるんすすよねですから是非ともあの重い腰を上げてね一度やってみたらいかがかなと思いますね。で、えー、っとやっぱりどうしてもねこう自分がで出てこうやって顔出ししてね えー、や,やるのがすごく苦手だという人はこれは僕は仕方がないと思うんですがサービス業やりながらそれってないんちゃうかなと僕は思うんですよそこの魅力を絶対に活かして、えー、出してほしいなと思うんですよね自分の個性ですよ自分がこういうことを考えてこういうふうにやってこういう仕事をしてるんだっていうことをなぜ見せれないのかそれが僕はナンセンスだと思いますで特にこの時代ですからそれを えー、知らしめるツールとしてね、もう本当に有効に活用に、えー、活用していただければ、すごいメディアになってくるんですよね。で、それを私どもは、えー、皆様に推奨をしていってるわけです。ですから、ぜひともね、あの何、ー、ていうかな、お高く泊まってる話じゃないんですよ。特にね、関東の人はお高く泊まる癖があるんですよ。 関西の人は泥臭い。だからやれるんじゃないかみたいな感じですよね。でもその方が受けがいいんですよね。だったらそうしましょうよ。それぐらいのねえ、気概を持って、もう別にね、かっこいい動画を撮ろうと思わなくていいんですよ。自分をさらけ出して、自分の良さを、ここは僕の個性だよっていう良さ,良さをね、皆さんに見ていただこうじゃないですか。 そこができれば絶対にあなたの店は流行ります。は保証します。そういった形で皆さん、えー、取り組んでいかれてます。で、この YouTube の学校っていうのは、すごくそのメンバーが育ってきています。まだ2ヶ月です。それでももう育ってきています。これもう本当に末恐ろしいなと思ってます。半年後、1年後、すごい楽しみです。 でですのでね、別に僕は勧誘をするわけでもないです。でもやるからにはちゃんとやりましょう。ぜ、う、ひ、ん、ともちゃんとできる場を持ってやりましょう。でないと今までやってきたいろんな、ね、メディア SNS とか、まあ、ブログもそうでしょうっていうのが効果がなかった人は絶対的にそのやり方は間違ってるんですよ。っていうか継続できてなかったとかね。 そういったものがやっぱり積み重なっていってるから今までのものが効果がないんですよね。であればこれ,これからはやっぱりちゃんとしましょうよ。ちゃんと基礎からベースを作ってねそれをすぐに活かせるように持っていけるようにある程度ペイをしましょう。でその最低限のペイをしながら最大限の効果を生む。 この戦略を身につけた方が、僕はこれからの時代はマッチしてるんじゃないかなと思ってます。はい、できれば、そういった形で我々のメンバーとともにやっていただければなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ではまた。